こんにちは、梅ちゃんです。はい、ということですね、皆さん今日は金曜日でございますね。明日休みの人も多いと思うんですけどね、いかがお過ごしでしょうか。僕はですね、昨日ご紹介させていただいたあのおにぎらってやつ、ね、今日の朝アップしたから今日になっちゃうそのおにぎらってやつね、ライスバーガーをってちょっと作らせていただいたんですけど、それがですね、すごく美味しくってもうハマってしまいましたね。今日もですね、それを作って、なんかお酒でも飲みながらね、ウォーキングデッドでもね見ようかなと思っていますで、する前にですね、今日のね食品レビューをってことなんで、早速ね紹介していきたいなと思います。はい、ということで今日ご紹介する商品は白いミルキーミルキーチョコレート、いいさーなーく白いミルキーチョコレート、ホワイトチョコレート、ミルキークリーム、以上です。あ、ダメだ、何も思いつかないな。とりあえずね、裏面を見ていきましょう。原材料のところもですね、特に変わったものは入ってないですね。もう本当食べるしかなさそうですね。でミルキーってね、皆さんご存知の通りね、白くて硬い感じのやつになるんですけどもね、それが今回ね、チョコレートになったということですね。それはもはやミルキーじゃなくてチョコじゃね。まあどういうことかと言いますとね、ここに、まあ写真書いてあるんですけども、まあ、ホワイトチョコレートの中にミルキークリームっていうのがね中に入ってて、多分それがですねめちゃくちゃこうミルキーの味がするんだと思うんですけども、まあ硬いかね柔らかいかもちょっと、まあ、食べてないんでね分かんないんですけどもね、まあそれでは、ね、早速今からね開けて食べたいと思います。おい、はいはい、こんな感じですね。ああ、こんな感じになっております。なんかねミルキーってね白くて硬いのがもう定番なんで、ちょっとねどんな感じか気になります。じゃあ早速ねいただいてみたいと思います。柔らかい、うん、断面はこんな感じですね。ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、このねこの爪から上の部分がね真っ白なんです。これがね多分ミルキーのミルキークリームなんだと思います。でそっから下がですね、ちょっとホワイトチョコのね黄色みがかった感じになってますね、うん、これが断面になります。うん、まあ好きかな。はい、ということでこんな感じになりましたね。どんな感じの味だったかと言いますね、もうほとんどねホワイトチョコじゃないかなっていうね感じですかね。あ、でもですね僕ホワイトチョコがねあんまり得意じゃないんです、ちょっと苦手で、うん、まあ僕だけだと思うんですけど、独特のねなんかこう癖のある後味っていうのがちょっと苦手で、でもねこれはねミルキーのね、ホワイトチョコレートはそれがなかったですね。非常に食べやすかった。でもですね、ミルキーとしての要素としては、もう本当に微量で、もう言われないとわからないというかね、言われないでね、こう食べさせられたらね、ただのなんかちょっと普通よりも美味しいホワイトチョコレートみたいなね、そんな感じなんじゃないでしょうか。そういう意味ではね、すごくね、美味しかったです。白いミルキーチョコレートでした。バイバーイ。